オージインは、オランダの3人組女性ボーカルグループである。メンバーのリザボリューム、エイミーボリューム、シェリーボリュームは、リザを長女とする姉妹であり、エイミーとシェリーは双子である。もともとは、リザ、エイミー&、シェリー名義で活動していたが、2014年のザ・ボイス・オブ・ホラント出場の前に、王ーさん NE に改名した。グループ名の、o、は、 母親の血液型 G3NE はグループの3姉妹を結びつける遺伝子に由来する。オランダ・ロッテルダムで開催されたジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストにリザ・エイミー・シェリー名義で出場した。アデム・イン・アデム・アイトを披露し、11位となった。この年のコンテストはユニセフを支援することとなり、メンバーの3人は司会者のシップック・ヤン・ボーセーマと共に、 ユニセフの活動の一環として、ブラジルを訪れた。オランダのオーディション番組、ザ・ボイス・オブ・ホラントに出場する直前に、グループ名を、リザ・エイミー・シェリーから、OG3NE に改名した。ザ・ボイス・オブ・ホラントでは優勝した。2016年10月29日に、オランダの放送局アベラトロズによる内部選考により、2017年のユーロビジョンソング、 コンテストでオランダ代表となることが発表された。代表曲は2017年の初めに公開される。かねてからユーロビジョンソングコンテストへの出場が噂されており、また本人たちも出場の意思を表明していた。ありがとうございます。